ハレー艦隊とは、ハレー彗星が1986年に地球接近した際に、ハレー彗星の観測に用いられた宇宙探査機群の通称である。A 章をそのままカタカナ転記して、ハレーアーマダ、スペイン語の読みに習って、ハレーアルマダとも呼ばれる。複数の探査機が順を追って、ハレー彗星に近接観測する様子、および、 その国際協力による観測体制を簡単になぞらえた表現である。ハレー彗星に接近するジオット、特に小さな探査機であった、彗星。アイスは、彗星観測のために再登板した。ハレー彗星は1986年に地球へと接近したものの、この時は、軌道の関係で地球上からの観測には向かなかった。しかし、前回の1910年に、 ハレー彗星が地球へと接近した時とは異なり、宇宙に探査機を打ち上げる技術をすでに複数の地域が獲得しており、各国が協力してハレー彗星の観測を宇宙探査機を用いて行うことになった。他国の複数の宇宙探査機で同一天体を観測するものとして、それまでに類を見ない国際協力プロジェクトであり、各宇宙機関探査機は観測分野を調整し、 水星観測に当たった。先行する探査機は、ハレー水星の水星核に最も接近する欧州宇宙機関のジオットの軌道修正に必要なデータを提供するための観測も担った。アメリカ航空宇宙局は、新たな探査機をハレー水星に接近させることはなかったが、代わりに、すでに宇宙にあった探査機の軌道を変更することで、このほか スペースシャトルを利用した大気圏外観測を行う予定であったが、1986年1月のチャレンジャー号爆発事故の影響によりシャトルの運行中止の影響で取りやめられた。また、当時は冷戦中であったソビエト連邦も探査機を打ち上げて協力した。パイオニア7号、NASA、1966年8月17日にデルタロケットで打ち上げ通例。 ハレー艦隊には数えられていない通例。ハレー艦隊には数えられていないベガ一号。ソ連。1986年3月6日。最接近8 8 8 9トル、光学撮影。地場。プラズマダスト観測など。水星。宇宙科学研究所。1986年3月8日。最接近1 5 1 0 0 0トル、太陽風観測。 紫外線撮影、ベガ2号、ソ連、1986年3月9日、最接近 8030km。光学撮影、磁場、プラズマダスト観測など。先駆け、宇宙科学研究所、1986年3月11日、最接近6、990、000km。プラズマ、磁場観測など。ジオット、欧州宇宙機関。 1986年3月14日、最接近5 9 6トル。光学撮影、磁場、プラズマダスト観測など、パイオニア7号、アメリカ航空宇宙局、1986年3月20日、最接近、1230万キロメートル、プラズマ、磁場観測など、伊勢マイナス3、アイス、アメリカ航空宇宙局、 1986年3月28日、最接近2800万キロメートル、プラズマ、磁場観測など、当時は冷戦の最中であり、ソビエト連邦の宇宙開発も秘密主義の下に置かれていた。しかし、ハレー彗星の探査に関しては、例外的に外部に開放的なミッションであった。2機の大型探査機には、欧米の観測機器、技術が採用された。詳細は、 ベガ1号を参照詳細は、ベガ2号を参照両機は、金星探査機も搭載しており、ハレー彗星に接近する前に、金星に接近し、それぞれが金星大気にバルーンを投下した。ベガの名はロシア語で金星を表すベネラと、ハレーを表すガレーから取られた。詳細は、ベガ計画を参照日本の宇宙科学研究所は、自主技術にこだわり、 比較的独自路線で参加していた宇宙開発事業団との事業の区分のためにロケットの大きさが制約された中で日本初の惑星間探査機打ち上げロケット M-3SII を新たに開発した M-3SII は前段が固体燃料ロケットであり液体燃料ロケットのように燃焼中の出力調整が事実上不可能なために ハレー彗星に向けた軌道に精密に乗せることなど当時、不可能だと言われていたものの、成功させた。しかし、M-3SII の打ち上げ能力の制約から、ソビエト連邦の探査機が3トン前後であるのに対し、日本の探査機は約140キログラムと小型である。巡動計器の先駆けと、彗星の2機が製作され、先行する先駆けを試験機とし、 その運用結果や取得したノウハウを水星の運用にフィードバックした。ただし、巡動契機とはいえ、それぞれ異なる観測機器が搭載された。詳細は、先駆けを参照詳細は、水星を参照欧州宇宙機関は、中型の探査機一機を打ち上げた。これは、欧州初の地球重力圏脱出ミッションであり、また、ハレー水星のコマに突入して、中心核を、 近距離から撮影するというハレー艦隊の中でも野心的なプロジェクトであった。彗星から飛散する物体が多数命中することが予想されたため、ジオットには特別な防護が施された。欧州各国はこの他にソビエト連邦やアメリカ合衆国の探査機にも協力しており、幅広くハレー艦隊に関わっていた。詳細はジオットを参照約1トンの探査機。 ハレー彗星からの飛来物による打撃は受けたものの中心核の撮影に成功した。もともとハレー彗星の国際共同探査を提案した NASA だったがハレー彗星の探査に十分な予算がつかず当初予定されていたハレー彗星探査機のヒムは財政難のため頓挫した。結果的に他国と比べ一歩距離を置いて参加する形となった。新たに ハレー彗星へ向かう探査機を打ち上げず、代わりに欧州と共同で運用していた探査機異星マイナス3をアイスと改名して、ハレー彗星探査に転用し、ガツスイングバイを利用した複雑な軌道変更を経て、ハレー彗星に向かわせた。また、1965年から1967年に打ち上げられ、4機体制で、 太陽周回軌道を網羅して惑星間環境の観測を行っていたパイオニア6号から9号のうち6号、7号、8号が機能を維持しており7号がハレー彗星まで1230万 km まで接近したその他に地球周回軌道からハレー彗星を観測する計画も予定されていた詳細は異星マイナス3 アイスを参照ハレー彗星に接近する前の1985年9月にジャコビニツナー彗星にも接近していることから初の彗星探査機と言われている。詳細はパイオニア計画を参照アイスより近く1230万 km までハレー彗星に接近して太陽風に含まれる HE2 が ハレー彗星から放出されるガスにより中和されて HE となる現象を発見した。ただし、ハレー彗星観測を目的とした打ち上げや軌道変更を行っていないため、通常はハレー艦隊に数えられていない。チャレンジャー合爆発事故も参照。スパルタン衛星はいくつか知られるが、STS-51、ルミッションに組み込まれたスパルタン -203 は、 特にハレー彗星の観測を目的とし、スパルタンハレーと呼ばれた。しかし打ち上げ時にスペースシャトルが爆発し、失敗に終わった、STS-61E で使用される予定だった天体観測装置である。しかしスペースシャトル爆発事故の影響で、ハレー彗星接近中に打ち上げられることはなく、1990年に STS-35 で使用された。ただし、 スパルタンマイナス二百三とアストロマイナス一は他の探査機と違い地球周回軌道からハレー彗星を観測する計画であったため無事に打ち上げられていた場合にハレー艦隊に数えられていたかどうかは不明であるハレー艦隊は各国が太陽系探査を協力して実施する先駆けのケースとなったがその後しばらくはハレー彗星ほどの本格的な国際協力体制は 見られなかった。しかし、これを機に日曜が太陽系探査に進出したことや、冷戦の終結、予算の制限などにより、各国の探査で相互に配慮する様になった。2003年12月から翌年1月にかけて、日曜前の探査機群が相次いで火星を訪れた、いわゆるマーズラッシュの際には、互いのデータを利用して、より高精度の探査を行うことが提案されるなど、 太陽系探査は協力体制が基本になっていった。そして2007年以降は中国やインドもつき惑星の探査に進出し始め、その後の太陽系探査はハレー彗星以来の国際協力体制で臨む方向で話が進められている。ハレー艦隊以降の主な惑星探査機群の事例、ありがとうございます。